信濃川ウォーターシャトル信濃川、ウォーターシャトル株式会社は、新潟県新潟市中央区に本社を置き、同市の信濃川下流域を中心に水上バスを運行する企業。かつて、新潟市周辺の信濃川、中野口川、阿賀野川、小阿賀野川流域では、河川上記と呼ばれる気船による水上交通が盛んであったが、明治時代後期から、 昭和時代初期にかけての鉄道、道路の整備進行に伴い衰退し、旅客輸送はほとんど行われなくなった。だが現在、新潟都市圏が広がり、通勤時には、幹線道路が至るところで渋滞を引き起こし、バスも少子化や、運賃値上げなどで利用者が減少し、鉄道、バスの役割を補充するための交通機関が望まれていた。また、新潟市は、 観光資源が乏しいというウィークポイントがあり、品濃川流域を利用した観光資源を開拓することが検討されていた。これらの事情から、かつての水上交通の復活と水の都の観光資源開拓を目指して設立されたのが、品濃川ウォーターシャトルである。定期航路は品濃川下流域を航行。中央区や奈島町の新潟市歴史博物館から、時ッせ。 バンダイ橋に沈め、新潟県庁前を経由して、西区山田の新潟ふるさと村に至る。もともと都市公共交通としての水上バスに可能性を見出そうとする試みであり、5隻の船を揃えて、早朝から深夜まで日中20分間隔、通勤時間帯15分間隔で1日100便近くを運行する計画だったが、実際には2隻の船で、 観光需要のみに対応しており、同社は2004年9月の平日に、通勤通学対応の実証実験を行ったものの、本格運行には至っていない。定期便のダイヤは、港、ピア、トキメッセ、ふるさと村間を往復する、シャトル便とトキメッセを起点に、信濃川下流域を45分間遊覧クルーズする、周遊便の2つの運行パターンからなり、平日ダイヤは、 シャトル便三往復と周遊便1本、休日ダイヤは最大でシャトル便七往復と周遊便二本を運行している。十一月下旬から翌年三月中旬の当期間はシャトル便の定期運行を行わず全便を周遊便として運行する。また、時メッセで大規模な動員が見込まれるイベントコンサート等が開催される際には時メッセ、バンダイ橋にしつめぬまで、 臨時シャトル便を運行する場合がある。この他、パーティークルーズや戦場結婚式など貸し切りでの運行にも応じている。いずれも定員108人。ありがとうございます。